台湾の地形台湾の地理では台湾地区における地理を概説する。台湾の地理は協議には台湾本島に限定する場合と中華民国が実効支配する大砲金場全域を示す場合があるが、ここでは後者に対して説明する。台湾と地図移動及び経度は22度 N25 度 N120 度 E から122度 E。相対位置は ユーラシア大陸の東南沿海、太平洋西岸、フィリピンの北方、琉球諸島の西南に位置する。タイムゾーンは GMT プラス800台北。台湾島は太平洋西部に位置し、東海岸はフィリピン海に面している。日本の与那国島から約 107km の距離である。西海岸は台湾海峡を隔てて中国大陸を望み、その距離は 1> 約1 5 0トルである。南は、バシー海峡を隔てフィリピンまで、約3 0 0トル北海岸は東、島海に接している。全島面積は35,915平方キロメートル南北に長く東西が狭い形状となっている。地勢は東高成定であり、地形は、山地、丘陵地、盆地、大地、平野により構成されるが、山地、 丘陵地が全島面積の2、3を占めている山岳中心の地形である。台湾島はユーラシアプレートとフィリピン海プレートが交差する地点に位置し、地層の隆起活動により山脈が形成され、南北に台湾島を縦断している中央山脈を中心に山脈が形成され、その東西両端に比較的平らかんな丘陵地、大地、そして 河川の中石により形成された平野が分布している。平坦な地勢の大部分は西部地区に集中している。地勢学的には台湾はアジア東湖の中央に位置し、また台湾海峡が国際的に重要な航路であることより戦略的に重要な価値を有している。ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界上にあり複雑な地質構造を示す。 台湾島の近く上部は、地質時代のいくつかの塔庫が、両プレートの衝突により合体したもので、フィリピン海プレートの下に潜った、ユーラシアプレートが剥がれた結果、隆起したと推定されている。台湾の地震帯はこれら合体した、地質構造の境界に対応しており、大きな地震を引き起こしてきた。1999年9月21日には、 マグニチュード7.3の収集大地震が発生した。台湾島は白秋から赤月新星にかけて形成され、その中央部に5つの山脈を有しており、海岸山脈、雪山山脈、中央山脈、玉山山脈、有山山脈と、それぞれ称されている。台湾の山地は県春であり、標高3000メートルを超える鉱山も数多く存在している。 その中で、相応より、ガラン花を貫く、中央山脈は、台湾の背骨と称され、東西を流れる河川の分水嶺となっている。玉山山脈の玉山は、標高3952メートルであり、台湾の最高峰となっている。丘陵地は、山地と平原の中間に位置し、桃竹内を呼び、久し春半島に多くが分布している。平野は、 西南海岸及び東部山脈や地に位置し、これらの地形が占める割合は約30%となっている。西南部に位置する河南平野は台湾最大の平野であり、これ以外に昇華平野、乱洋平野、平東丸や台東建谷などがある。その他大地として林口大地、東園大地、大原大地、八家大地等が盆地として台北盆地、 台中盆地、堀盆地などが存在している。台湾は環太平洋火山帯に位置し、一部火山も存在している。主要なものを挙げれば、台湾北部のキールンの大田タロ火山群、東部の海岸山がみ火山群、離島地区の宝庫火山群が存在しているが、現在は目立った火山活動はない。海抜極限、実月単体湾には大小合わせて129本の 河川が存在し、100km を超える河川も、濁水系、公平系、淡水河、大公系、祖文系、大原系の6本が存在している。中部に位置する濁水系は、台湾最長の河川であり、南部の公平系は、台湾最大の流域面積となっている。その他の主要河川に黄色んがは、大鳥山系、台湾系、八手の平系、収集止め、 卵系卵用系などを上げることができる。台湾の平均年間降水量は2500ミ、mm、リメートルと、豊かな降水量に恵まれた反面その降水は夏季に集中するため、夏季には、河川は増水、冬季には川床が露出する状況であり、河川の交通が発展しない原因となっている。例外として、台北市周辺の淡水が大関係、 キールン川などは、年間を通して水量が安定している河川では、新朝統治時代の重要な輸送手段として使用されていた。台湾の天然の故障は多くはない。最大なものには、実月単であるが、面積は、わずか4平方キロメートルである。これに大使ダムなどの建設を通じて形成された、人工庫は多く存在し、代表的なものとして古、古島、祖文ダム。 カラス山頭ダム、赤門ダムなどがある。台湾の付属当初としては、乱遊、小乱遊、緑島、小竜宮、亀山島、亀玉子署、七瀬岩岸及び黄龍東北方の面下署、法警署、花瓶署、キールン署、和平島、中山御所、桶板署の14個存在している。本当付属以外の当初としては、宝庫群島に90、 金門群島に12、バソレッ島に36の当初が存在し、それ以外に領有権形争中の東佐諸島及び南佐諸島なども存在している。台湾の気候は、中南部のカ吉を通過する北海気線を境界として、北は熱帯気候、南は熱帯モンスーン気候に分類することができる。最南端の久し春は、最寒月の平均気温が20度を上回る。 山岳部を除いて、高尾から台東の南部が、欠片の気候区分で、熱帯モンスーンの地域となる。北部地域の冬の降水量に比べて、南部地域ははるかに少ない。そのため、石垣島や入表島などの熱帯雨林気候と、違った特徴がある。台湾島の衛星写真。東部に山岳部が広がり、西部に平野が広がっているのがわかる。 山脈丘陵,陵盆地平野第一河線、海域火山島産後小島台湾の自然生態保護区は、自然の保護を目的として創設され、国家公園、自然保留区、野生動物保護区及び野生動物重要生息環境、国有林自然保護区の4種類が存在する。ありがとうございます。